1992年、上海証券取引所初の株券発行。上海証券取引所よど山子上海、証券取引所の置上海証券取引所は、中華人民共和国上海市にある、証券取引所。略称は上、赤書、SSE。1891年に設立され、1949年6月に、 廃止されるも1990年12月19日に営業を再開した。中国国務院の直轄機関とされる中国証券監督管理委員会が管理する非営利法人である。2006年12月31日の時点で上場企業は842社、総取引額は7兆1612億人民元。2011年2月現在、保府の統計によると、 上場企業の時価総額の合計は2.859兆ドルで世界第6位である。2010年通年の売買代金では東京証券取引所やロンドン証券取引所をしのぎ第3位であった。人民元通貨により取引される A 株と米ドル建ての B 株がある。かつては中国内投資家専用の市場取引を行う A 株に対して B 株は 外国人投資家の取引専用となっており、従来は市場参加者を限定していた。しかし、2001年2月から、ビリ株に現地投資家の参入が認められ、ビリ株については中国内外の投資家による売買が可能となる。また、A 株については、的確外国機関投資家プログラムにより、2003年の以降から次第に中国政府に許可された一部の 外国機関投資家による限定的な取引が可能となった。2014年11月17日、香港証券取引所と上海間の相互接続、国交通が開始した。この国交通という取引制度によって、両証券取引所間で相互銘柄の売買が可能となり、一定の投資額と銘柄を相互制限として、 上海から香港上場の限定銘柄の取引が行われ、香港から上海 A 株の一部銘柄の取引が行われている。2019年7月22日、新興企業向け市場上海証券取引所か、はじめいたが取引開始された。ありがとうございます。